片岡です。天高くうまくゆる秋、この季節食べ物が美味しくてついつい食べ過ぎてしまいます。山からの贈り物も豊富で、柿、栗、芋、キノコの類もそうですね。特にね、今日はですね、その高級でなかなか口にすることのない、私などはほとんど口にすることのないですね、松茸を、練り切りで作ってみたいと思います。はい、では練り切りの重さですね、練り切り、白練り切りが 26g、 そして中あん、これ白あんですね、11g、 そして、シナモン使いますね、傘の部分になります。では行きましょう。はい、まずですね、白練り切り、はい、白練り切りを潰して中あんを包みます。はい、包んだらですね、上を細くしますね。上の方を細くします。こんな形にしてですね、そして、こっちの部分に傘を作ります。どうやって作ろうかって感じですけど、なんとなくそれらしくなってきましたね。どうなんでしょうかね。ね、この凸凹を消しておくためにですね、指の先使わずにこう、ね、この手のひらを使って。こんなもんかな。こんなもんでしょうか。ねえ、何せ本物はあんまり見たことないからね。こんなもんでいいでしょうか。白あんじゃなくてもいけそうですね、これね。白あんでもいけると思います。はい、こんな形になりましたらですね、焼きごてでね、はい、では焼きごてで、印を、模様をつけてみましょう。はい、そして最後に傘の部分ですよね、シナモンをつけます。はい、こんな感じでね、傘もうまくつきました。どうでしょうか。はい、できました。これで松茸の完成です。ありがとうございました。